赤コーナーに陣取りました。そして対角線向こう側青コーナーに父那須川博之会長。こんな光景は初めてです。 K-1 ワールドグランプリ4 times チャンピオンアーネスト・ホースト様より両選手に激励の花束を贈呈いたします。なんとここで花束贈呈はアーネスト・ホースト。 K-1 ワールドグランプリ4度制しました。ミスターパーフェクトと言われた男です。アネス、ウィズフラワー、ウィズフラワー。いや宮城さん、あまりに豪華ですね。いやすごいですね、このライズファイナルマッチに花を添えました。いやしかし考えてみればこのホーストの日本での歴史、この代々木第一体育館でもね作ってきましたから、はい、いろんな因縁というのを感じます。いや奥さん本当に豪華ですね。はい、よく入れましたね。まあ、これまでの歴史を考えると本当に歴史的な瞬間といいますか。それではただいまより本日のメインイベント第12試合スーパーファイトバンタム級3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー167センチ、 54.9キログラム、チームてっぺん所属、ライズデッドアライブ2021 53キロトーナメント優勝、ハングリーピストルズ、カーザーネ。下克上男、自分を信じ抜くカザネ。そばには那須川博之会長の姿があります。165センチ、 54.8キログラム、ターゲットサイゲームス所属、初代ライズ世界フェザー級王者、神童那須川天心。卒業証書は KO で掴み取るか、那須川天心。これがライズ最後の試合です。赤コーナーセコンドには朝倉未来の姿があります。いや本当に青木さんも那須川天心ウォッチャーとして知られてますが、はい、いやすごいですよ。やっぱ今回も自分でね、ご視聴されたの親子喧嘩っていうコピー作って、すごいと思う。本当に大だと思う。まあ、この那須川天心のドラマというのを我々は今リアルタイムで目撃しています。那須川会長と対角線反対のコーナー、これは宮城さん初めての光景ですよね。いやー見ものですね、なんか感情深いというか、はい、さあ試合スタート。いきなり飛び込んでいった那須川天心です。そして今日は那須川天心とは幼馴染、東京オリンピックのボクシング銅メダリストの並木月美さんをお迎えしています。並木さん、どんな気持ちですか今。いやいいもん見せてやるって言われたので、いや楽しみですね本当に。いや本当にね、あの並木さんは幼稚園の時代にこの那須川とは、空手で対戦があったと聞いています。そうですね、初めて あの大会の決勝で天心とやったので、はい、いや懐かしいなって感じなんですけども、あの当時と変わってない部分っていうのもありますか。いやもうやっぱ強さは小さい頃から変わらずっていう、この闘争心というか、はい、いや楽しみですね。そうですか。さあまずはボディブロー、青木さん、まずこの試合のファーストコンタクトはどんな点注目されてますか。そうですね、いきなり那須川選手が勢いでいくのか、はい、近いくり風のパンチ、はい、ですけど、やっぱ風の選手の意地が見たいですよね。そうですよね、はい、そこがこうこの試合がどう成立するかのポイントだと思ってますけど。宮城さん、はい、あの誰もが無理と言っていた去年の53キロトーナメント、はい、優勝しましたからね風には、はい、いやでも風の選手いいですよ、自分のスタイル保ってますよ、はい、感情が見たいですよね、はい、どうしてでも勝ちたいんだって、そうですよね、ここで蹴押されずに戦う姿でまたなんか、つながっていくんじゃないかなと思うので、はい、まあ、誰しもが無理だと言っているその状況をひっくり返すんだという風根です。
まあ、並木さんもこの風音のファンになられたそうですね。はい、トーナメントの試合見ててすごい気持ちのこもった試合するなと思って、はい、自分はファンになってしまったので、はい、いや今すごくなんか難しい気持ちで見てます。いや引き裂かれるような思いでしょうね。那須川天心と幼なじみ、そして風音のファンだという並木さんです。バックの展開になりました。宮城さん、今後まで序盤ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、風音選手自分のスタイル保ってるんで僕はいいと思いますね。天心がちょっとリラックスしすぎたのはい、どうもしかりんぎり、はい、感じ思いますね。風音かなり手数出してますよね。はい、なんか今までもらってない攻撃をもらいちゃってる感じがしますね。そうですか、はい。さあ近い距離打ってくる、打った一瞬バランス崩した、これはダウンではありません。距離が近くなってきました。一瞬バランスを崩した那須川です。まあ、この試合に対して風音がどういった対策を立ててきたか。左ストレート、左の攻撃もらわないように右のガードはすごくちゃんと上がってますね。那須川の左対策はしてきてますね、はい、右のガードを固めながら出てくる、ミドル那須川左出てきました。残りが10秒切ります。アローキック左に返した。那須川の左第1ラウンド、ここで終了。刺激的な第1ラウンド。これってイーブンですか、どっちですか。イーブンなんじゃないですか。最後ちょっと天心の方がいい印象になっちゃったのが、そこがジャッジどう見るかですかね。ーイーブンと見る、はい、宮城さんの印象はイーブンと、はい、青木さんにはどう映りました。僕らやっぱり横田というか、横田だとから見ると分かんないですね、打撃のルールでどっちをどこまでの差でつけるのか。なかなかこのポイントというのは難しい部分がありますが、ただ何か気になって点はありますか。第1ラウンドちょっと大振りになってる。選手がファイトしすぎようとしてますよね。戦いに行き過ぎてるなと僕からは見えますけど、はい、もう少し見た方がいいですか。もう少しこう技術的な部分が見えるのかなと思ったんですけど、よりこうファイトしてますよね。並木さんいかがですか。そうですね、両者なんか一歩も譲らず意地の見せ合いしてるなっていう感じがするんですけども、はい、2ラウンドどうなるか楽しみです。そうですね、第2ラウンドの始まりです。今日は風音サイドには那須川天心の父広之会長がついています。父とこの戦い、那須川天心をここまで作り上げてきた父を超えることができるか。膝か出てくる風音、入ってくるところ膝があります。那須川天心、風音どうする。ちょっと天心っぽくないですね今日は。これは那須川っぽくないというなんか要因はどういうところにありますか、ね、ちょっとまあ雑になりがなっちゃってるなっていうのは見えますね、はい、ぶっ飛ばしてやるぞって言ってますね。そうですね、強いですね、そのあたりが、まあ、青木さんの言うようにこうファイトをしているというところですかね。僕好きですけどね、この格闘技っぽさというか、はい、格闘技っていうこの感じが好きですけどね。まあ、そうそう、炎むき出しですよね。出てきた、出てきた、風音が出てくる。風音がまんじゅうの左から那須川、少しまだ距離があります。風音のパッチ、おっとバッティングか、タイムストップです。バッティングがありました。宮城さん、これ珍しいですね。そうですね、まあ、でも選手の状態を確認いたします、少々お待ちください。まあ、今までにないスタイルではあると思いますね、天心が、はい、一旦時計が止められましたが問題ないようです。風音の攻めに関しては宮城さん、このままでいいですか。いや、いいと思いますよ。飛び込みがすごくいいんで、はい、その攻撃がたまに入ってるんで、このまま続けた方がいいですね。ローも蹴ってますよね。そうですね、このインローのローが結構選手に上がってると思いますね、はい。ローから入っている、あと回し蹴りを見せましたが、出てくる風音、風音距離を詰めてくる。あ、右ストレート、那須川の顎が当たった、残念を捉え、風音のパンチ。いや、青木さん見事なパンチでしたね今ね。やっぱお互いでも倒しにくいって感じがあると思いますよね。そういうことですよね、はい、出てきた風音。宮城さん、今のパンチいかがですか。いや、良かったですね。やっぱ飛び込み今日いいですね、やっぱ風音選手。いや、南部さん、はい、風音思い切って入ってますよね。はい、もう本当に気持ちのこもった試合をしてくださって楽しいですね、見てる側として。ダイラの残りが1分切っている。
バックブロー空振り、那須川ジャブをついて足を使います。重ね左パンチを当てる那須川、右動く重ねを捉える那須川のパンチ、あーと変身キック、スポリブローから残り30秒切りました。第2ラウンドミドル、あー打ち合いだ、体のパンチ、クシャンが上がった、ここで那須川のパンチ、これ20秒切ってる、重ねが出てくる、宮城さんどんどん距離詰めてきますね、重ね、はい、このままでも行きたいですね、はい、いや青木さんかなりもうファイトしてますよね、2人ね、すごい近い距離で、この近い距離はどっち有利に出るんですか、はい、ここでゴング、第2ラウンド終了、天使はカウンター狙いたいと思うんで距離は離れたいと思うんで、でも重ね君も今打ち合いには慣れてないんで、お互いもったいないなと思いますね、このラウンドもイーブン、はい、そうですね、あでも今のラウンドはどうですかね、前半の方が良かったな、距離ちゃんと取った方が見えてる、押してるかなとは思いますけど、はい、つけるかつけないか微妙だと思いますか、宮城さんの印象としては微妙だと、かなりあの風音がですね前に出てきてますけども、はい、宮城さんこれは風音陣営の作戦と見てよろしいですか、そうですね、やっぱ天心にカウンターを狙わせないっていうのは一つの手だと思うんで、うん、でカウンターが合ってないんで今日、はい、距離が詰まってやってるんで、はい、作戦なのかなとは、やれよ俺は入るわせなよ、史上最大の親子喧嘩、やれやれよ、那須川天心の父ひろゆき会長の姿があります。いやでも並木さん、ああやってあの距離詰めてますけども風音は、そうですね、ああやって中入っていくのってものすごく勇気いりますよね、勇気いると思います、でもやっぱり勝ちたいっていう気持ちがしっかり勝ってるんだろうなっていうふうに思います、ね、そうですね、さあ最後のラウンドです、ライズのリングで那須川天心が見られるのはこのラウンドが最後、最後押し相撲するってことですよね、さあ始まりました最後の3分間です、風音がまた距離を潰してくるか、天心のミドル出てきます、ローキック、あ来た、ブレイク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 、ラウンドは宮城さん少しあの風音も蹴りを出してきてますよね、そうですね、まあでもインローのタイミングすごくいいんで、はい、そこからパンチ行きたいですね、あのインローを引き受けた方がいいですか、いいと思います、はい、引くか引かないはじゃなくて相手が嫌がってるか嫌がってないか、はい、その後にあのいいテンポになると思うんで、距離を縮めてそしてインローを蹴っています風音、作戦だったんでしょうか、出てくる、今度はミドル、ナスカは思うようなパンチがまだ打てないか、さあ来た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 、距離を詰めます風音、いやー奥さんこの時間帯また風音来ましたね、イライラさせるってことですよね、近い距離で、ちょっとフラストレーションたまりますよね、ナスカはね、すごい、ああどうも視界的に、これは首を振っています、風音立ち上がった、なんでありません、風音また距離を右ストップ、これは宮城さんどうでしょうかね、はい、ごめんなさい、もう一回言ってもらっていいですか、誘ってるってことですよね、あそうですね、はい、多分カウンターを狙いたいですね、選手は、はい、ナスカアッパー、それでも距離を潰してくる、後ろには下がらない風音、この戦いもったいないですね、そうですね、もう時間がコンコンと過ぎていきます、残りが1分を切っている、残り1分を切っている、風音下がらない、出てくる出てくる、宮城さん、はい、ナスカどうすればいいですかね、いやでも自分から行ってもいいと思いますよ、はい、待ちではなくて自分から行った方がいい、はい、さあ残りが30秒になる、残りが30秒切っている、次の展開ここで増えてきました、残りが30秒を切っている、自分から行きたい那須川、アウト、カウンターではなくて自分から行きたい那須川です、体はそこも出てくる出てくる、さあ右、さあどうだ、残り時間が少ないの、あった那須川、右左、那須川のパンチ、右当てた、どうだ、インロー、お互い行かない行かない、ここでタイムアップ、勝負は判定、これは勝ったくないです、
ですか、どっちがどっちか。いや結構わかんないですね、はい、お互い勝ったって言ってますよね、はい、お互いに手を挙げています。印象に一応準備しておく、量がガチャガチャ来てるから延長も準備しておけという那須川陣営の声、はい、宮城さんどう映りました。そうですね、もう一回ある可能性あると思いますよ。青木さんも同じですか。はい、僕にはちょっと差がまだこれだと分かんないというか、はい、並木さん、はい、ボクサーの目から見てどうでしょう。いや延長するのかなっていう、どうなんだろうって私もちょっと分からないんですけど、いや楽しみですね。まあ、明確な大きな差というのはちょっと見えなかったように思います。はい、さあそれではジャッジの採点です。ジャッジ佐藤30対29、赤那須川。まずは那須川。ジャッジ和田29対29、ドロー。2本目は差がつかない。そして最後ジャッジ豊永30対29、赤那須川。那須川勝って卒業。以上2対0の判定をもちまして、父との戦いを制しました。史上最大の親子喧嘩取り越えました。那須川勝ってライトリングに別れを告げます。いやしかし宮城さん、はい、いかがですか。際どい勝負でしたね。いやそうでしたね。まあでもうーん、まあ天心っぽくなかったっていうのはちょっと一個あると思うかもしれないですけど。そして今父那須川会長と言葉を交わしています。かなり那須川会長が興奮しているように見えます、はい、ちょっと青木さん今胸ついてましたね。そうですね、立派だよこの人たち、本当に立派だと思う。だって自分で作ってるわけだよ那須川天心は、はい、で自分で作ってて自分同じチームなわけでしょ、はい、で同じチームで同じ一族で作ってて本当に立派だと思う。でこの立派さというかこの凄さがどこまで伝わってるのか分かんないけど本当に偉大だと思う。すごいこれは。まあそうですよね、那須川天心そしてこのてっぺんジム、彼らが作り上げた物語で、このこれがまた那須川親子のこの関係ってこれがねリアルですもんね、この関係がね。そうですね。いやー並木さん、はい、風音も本当に悔しそうな表情ですよね。そうですね、本当両者本気だったんだなっていうのが本当に伝わる、うん、なんとも言えないですけどすごいいい試合をしてくれたなっていうふうに思いますね。あの感情が収まらない風音、すいません。まあ、かけてきた思いというのは宮城さん伝わりますよね。そうですね、まあ、でもやっぱり見せ方がやっぱ経験を物語ってましたね。あ、はい、経験はい、と言いますと、あのまあポイントをつけなかなか難しかったと思うんですけど、はい、あのまあ的確性だったりとかは、まあ、そこに判定が響いたのかなとは思いますけどね。まあ、ジャッジに与える印象という部分も経験値がやはり上回ったと。そうですね、やっぱり外から見てる人間がジャッジするんで自分がどういう風に映ってるのかを見せるのがやっぱ天心の方が上手かったなとは思いますね。なるほど、はい、ジャッジの採点を改めてご紹介すると30対29が2名、29対29をつけたジャッジが1名、判定は2対0で那須川天心の勝利となりました。まあ、本当に2人の感情、試合が終わった後も収まらない部分がありました。ただ那須川天心今ちょっと笑顔が見えました。やっぱり青木さん解放された部分もあるでしょうね。そうですね、で、まあ、ご判定とかも野暮なこと言えないですよね、もう本当に立派、本当に立派だと思う。もうひたすら青木さんも脱帽という感じですかね。いや、やっぱしんどさが分かるというか、はい、これをやってるしんどさが伝わるので、まあ、なかなか分かる人いないと思いますけど、本当に立派だと思うよ。まあ、その格闘技で物語を見せようとする、全部形にして着地させてるっていうのは本当に立派ですよ。まあ、それは普段青木さんもねやはりなさってることですから、やろうと思ってそこまでできしきれないから、
その凄さが分かりますよね。今日本当に見させてもらって勉強になったというか良かったなと思います。目指すところは同じということで、まあ、まあ及ばずですけどね、本当に立派だと思う。そうですか、那須川天心とは幼馴染、対戦経験もあるという並木月見さん、はい、いかがですか改めて。いや天心がこの作り上げてきたこの感じすごいなっていうふうに本当に思いますね。もう今日ここにお座りの皆さんの中では誰よりも那須川天心を知ってる並木さんですからね。そうですね、やっぱ、まあ、勝って本当嬉しいなっていう気持ちが一番ですね。いろんな思いが当然ありますよね、並木さんにもね。そうですね、もうやっぱ天心もいろいろ大変だったと思うんですけど、そこをしっかり乗り越えてのここにしっかり勝ってるっていうところはすごいなっていうふうに思います。本当に偉大だなっていうふうに思いますね。これで無敗のレコードを維持して6月の大一番へと向かいます。はい、宮城さん、はい、これでまた 6.19 東京ドーム楽しみになってきましたね。いや楽しみですね、なんか辛くなっちゃうね。あと言いますとなんかこっからまた 6.19 やるんでしょ、はい、みんなでどこまで彼にこう背負わせるんだろうね。辛くなっちゃうな。まあそのあたりを辛いと思わないところが振動なのかもしれません、はい、振動も人ですから。まあ、本人にしかわからない部分はありますが、6月19日の大一番、まあ、記者会見ではその大一番に向けての通過点に過ぎないんだと今日の一戦を語っていた那須川ですが、ただ宮城さん、はい、敗れた風根もですね、はい、本当にあの採点見るとかなり僅差でしたからね。いや素晴らしかったですね、うん、やっぱりあのトーナメントでまた一つ、まあ、二回り強くなったなっていうのはありますね、まあ、もちろん天心もすごくいろんなものを背負ってると思いましたけど、まあ、この辺にかける思いっていうのはやっぱ風根選手もすごいものだと思いますし、ここでこの僅差の判定っていうのはまた風根選手を強くするんじゃないのかなと思いますね。あそうですよね、はい、那須川天心と同い年です、23歳の風根、まあ、強くなりたくててっぺんジムの門を叩きました。そしてその那須川天心の凄さというのを間近で見てきたわけです。まあ、この対戦が決まってからは那須川天心は、ターゲット渋谷の方でかなり練習を積んできたですね、はい、ということですが、まさき青木さんも言ってましたけど、やっぱ那須川会長もやっぱ心苦しいなっていうの思いますね。僕だったら無理ですね、抱えきれないですよね、はい、ものすごいものですから親子で抱えてきたというのになります。ここまで育てて最後話すっていうのは、自分の愛弟子に戦わせるっていうのは結構な重圧なんじゃないかなと思いますし、まあ、選手たちもそれにかける思いもありますし。そうですね、いや考えてみたら青木さん、本当にこんなドラマなかなかお目にかかれないですよね。そうですよね、まあ、無理やり作ってますからね、もう本当に、いや本当みんな分かってないんだよその凄さが、その苦労たるや、いや本当に頭が下がるというか、なんかここまでしっかり仕上げてここまで作ってくれると、なんか申し訳なさと、この自分の至らなさと、あと、まあ、ここからまた6-1-9やるわけでしょ、なんか辛くなっちゃうよ本当に。本当になんかこうしんみりしちゃう。それはもう同業者ならではの、同業者ならではだと思いますけど、ご意見ですね。まあ本当にここまで作り上げてきた那須川天心、キャリアの、まあ、半分はこのライズで戦ってきました。宮城さん、はい、デビューが2014年の7月ですか、はい、ライズのリングで、まあ、ノックアウト勝利を飾って、そこからですね、まさかここまでの存在になるとは当時は想像できた人は少なかったんじゃないですか。そうですね、まあ、でも天心とともにライズも大きくなってきたと思いますし、はい、まあ、ライズはこれで終わりではないので、天心のライズ選手としては終わりかもしれないですけど、はい、ライズはこれからがまたあるんで、これまでの功績を称え、楽しみですよね。ライズスーパーチャンピオンベルトがライズ代表、あ、そして那須川天心の才能をいち早く見込んだ伊藤隆会長、はい、名前が刻まれております。伊藤会長もいろんな思いあるでしょうね。そうですね、さっき宮城さんがおっしゃったように、那須川天心とともにこのプロモーションも大きくなってきたという部分があります、はい、本当に
青木さん、この立ち技の、まあ、プロモーションいろいろありますけども、はい、これはねやっぱね那須川天心が卒業って言ってるじゃん。那須川天心が卒業じゃないんですよね。那須川天心から卒業なんだよね。もうなるほど、なんかそんなの思っちゃうんですね。自立しなきゃいけないみたいなね、と思いますよね。そうですね、今度は我々が旅に出る番だという。那須川天心は連鎖するという、まあそんなお話ですよね。連鎖するんですよね、うん、なんかこう那須川天心みたいなものはこうファイターの心、ファイターだけじゃなくて、まあ、世の人すべてに連鎖していくみたいなところだと僕は思うんですけど、はい、まあ、明日からねこうみんながこう見てくれた人たち、まだ僕たちも含めてこう那須川天心みたいなものを自分の血肉にして生きていかなきゃなと思いますよね、うん、そうですね。いや並木さんも本当にこういう光景っていうのはもちろん初めて会った頃には想像はできなかったと思いますが。そうですね、こんな間近でこんな素晴らしいのを見せてもらえたので私自身も負けてられないなっていうふうに本当に思いますね。あ、それはもうボクシングだけではなくて何かこう生きる上でもいろんな力をもらうという部分ありますか。そうですね、やっぱ格闘家としての人生をこう間近で手本というか見せてもらってるっていう感じはして、やっぱり私自身ももっとやっていかないとなっていうふうに本当に思いますね。あ、まあ、並木さんのそんなお言葉が今ありましたけども、宮城さん同じように思ってる、はい、何かこう刺激を受けてる格闘家大勢いますよね。まあ、格闘家だけじゃないと思いますね。やっぱり、まあ、格闘技のいいところってそういうふうに、まあ、元気づける勇気づけるっていうのも一つの、コンテンツというか戦ってる意味があると思うんで、はい、見てる人たちに何かを与えるっていうのがあれば選手たちは頑張れますし、うん、それを見る人たちももっと盛り上がるじゃないですか。さあ、それではマイクです。那須川選手に那須川天心のこの方々よりビデオメッセージが届いております。ビデオメッセージですか。皆様会場モニターにご注目ください。สวัสดีครับท่านชินขอบคุณมากๆที่เชียร์ผมในการชกที่ผ่านมาในศึกวันเอ็กนะครับแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับศึกใกล้จะถึงนี้ก็ขอให้รับชัยชนะขอให้สู้เต็มที่ก็ขอให้ชกให้สนุกนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วมีโอกาสเจอกันเชียร์天心くん、ライズ卒業おめでとうございます。これからも天心くんが格闘技界を盛り上げていってください。いつまでも応援してます。ボアソルチ。さあ、それでは那須川選手、ラストにふさわしい戦いでした。会場ではスペシャル映像が流れておりましたが、引き続き那須川天心選手のマイクをお聞きいただきましょう。皆さんこんばんは、那須川天心です。今回こういった形で、最後ライズの最後の試合をこう開いてくれた皆さん、そして応援してくれた皆さん、サポートしてくれた皆さん、ライズここまでサポートしてくれた皆さん、本当にありがとうございます。いや、ライズ最後の試合でもうスカッと KO で勝って、圧倒的に勝ちたかったんですけど、敵にね、自分の父親いるし、今まで一緒に練習した風音なんで、でなんか本当にもうこう力んじゃったというか、多分最初の構えで分かったと思うんですけど、いやもうなんか顔もこう、ね、せっかくのイケメンが台無しというか、こんな殴られたのも試合で初めてですし、なんかこう今まであんま殴り合いとか喧嘩とかしたことないんですけど、なんかそういう気分で、はい、臨んでました。なんかこう作戦とかも一切考えず、こうもうなんだろうな、うまくいかないな、なんか新しいことをやろうとするとなかなかうまくいかないなっていうのが、まあ改めて思いました。やっぱり向きになっちゃうと試合では良くないなっていうのはあるんですけど、やっぱ最後の試合ということで皆さんに気持ちを届けたいなと思ったんで、ちょっと前に出て打ちに行くスタイルってしたんですけど、まあ、なかなか倒すことはできなかったですけど、
いいものを皆さんに見せることができたと思います。皆さん楽しかったですか？まあ、やっぱり、まあ、自分がキックボクシングを始めたのもそうですけど、もう本当ここまで大きくなるっていうのを自分でもあんまり思ってなくて、思ってないけど変な自信だけはあったんですね、うん、でそれで、まあ、ライズを選んだっていうのも本当に伊藤会長がいたからで、伊藤会長だったからこそ僕はライズに来ました。そして、まあ、やっぱり他の団体 K1 だったり他の大きな団体たくさんあって、もちろん負けたくないなっていう気持ちもあったし、うん、最初そっちからオファーとかもめっちゃ来たし、いろんなところからオファー来たんですけど、やっぱなんか、ライズで良かったなっていうのは今この舞台で改めて思います。どうですか今日ライズを見て、皆さん楽しかったですか？まあ、これからもうライズは僕はいなくなるんですけど、まあ、本当に心の中でもそうですし、ボクシングに行っても今後もずっと僕はライズファイターのつもりで戦うんで、皆さん僕の戦いを注目してください。そして今後のライズもたくさんいい選手出ると思うんで、僕がいなくなってもライズをサポート応援してください。僕からのお願いです。よろしくお願いします。そして、まあ、ここまで本当に育ててくれた伊藤課長、本当にたくさんの思い出ありがとうございました。めちゃめちゃ本当楽しかったです。僕中学生高校生であんまり楽しいこと、本当中学生はあったか、高校とかでなんか青春っていうのがあんまなくてなかったんですけど、なんか今になって本当キックボクシングに出会いでこの舞台でなんか青春できてるなっていうのが、本当こう皆さんの前でできてるなっていうのが改めて実感できるんで、本当にこの舞台に出会わせてくれて本当に伊藤課長には感謝しかないです。ありがとうございます。まあ、そして、まあ、僕は本来はこれでこの試合で引退のはずだったんですけど、まあ、もう一個の6月の最後の試合、それに向けてあと2ヶ月、まあ、2ヶ月ちょいしかないですけど、まあ、今のままじゃ正直こんな試合してるようじゃ勝てないと思ってます。しっかりと仕上げて、自分のスタイルでこうやって相手がどうだからっていうスタイルじゃなく、もう自分のスタイルを貫いて最後まで気持ちを出して勝ちに行こうと思ってるんで、皆さん僕に期待しててください。6月皆さん応援来てくれますよね？そして僕のこと応援してくれますよね？みんな拍手して。俺はライズ代表として、そして格闘技キックボクサー代表として6月戦おうと思ってます。皆さんしっかりと注目しててください。そして那須川天心、今後のライズに注目してください。皆さん今まで本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。終わり。まだあるのかと思って待っちゃいました。すいません、はい、ということで、那須川選手ライズではラストマッチということになりました。ひとまずここで今までライズではありがとうございました。まだまだ那須川選手のストーリーは続いていきます。皆様どうぞご期待ください。選手退場。